金賞栽培品本しめじは、しめじかしめじ属のキノコ。別名大国しめじ。単にしめじということもあるが、これは混乱を招く呼び方である。秋に小良林や赤松林でこれらの樹木に金根を作って生活し、小実体は地上に単成群生する。傘は高さ2から8センチメートル。 はじめ半球型から満洲型で、後に平らに開く。色は、灰褐色で、白色のかすり、模様がある。柄は、長さ3から8センチメートルで、白色、株が、とっくり状に膨らむ別名の由来でもある。肉は緻密で微味。菌種により異なるが、菌種の成長温度は5摂氏32度で、最適温度は25摂氏26度。小実体の発生温度は、 摂氏15度前後。かつて、本種メジという名で、日本全国に流通していたキノコの多くは、本種ではなくブナシメジの栽培品であった。20世紀末頃からは消費者を誤解させる恐れがあるとして、ブナシメジを、本種メジと称して販売する。この慣習は改められている。匂い松茸、味しめじと言われるように、キノコの中でも、有数の強いうまみを持つ。 優れた食用菌として知られる。希少な高級キノコ。すまし汁、キノコご飯、クリームシチューなどに向く。菌根菌であるため、これまで栽培ができず希少であったが、菌床人工栽培が可能になっている。これにより菌床栽培品が2004年から市場に流通し始めている。1999年、宝バイオなどにより一部の菌種が、 金根菌としては、例外的に澱粉を分解できる性質を利用し、赤玉土と大麦などの穀物粒を主成分とした、菌脂肪法などによる人工栽培が成功している。菌脂は、窒素と鉄の要求性が高く、炭素源は、炭糖類の他に、澱粉も利用できる。指摘成長 pH は5.4前後とされる。また、栽培経費の低減を目的として、 トウモロコシこと、ブナオガクズを用いた培地での試験栽培において、小実体を発生させることに成功しているが、米の皮をバ地とした場合は、栽培に失敗している。事例15から25年程度の若いコナラや、赤松などの林で、低木や草、落葉の除去を行う。さらに、発生率を高めるために、 苗木に培養菌糸を感染させて、未発生林に定触し、菌根を形成させて小実体を発生させる。取り木により育成した赤松の苗木を純粋培養した菌糸界とともに植木鉢に植え小実体を発生させる。従来本シメジの属しているシメジ属は、キシメジ科に属していたが、分子系統解析の発達によって、現在では、 独立したしめじかに属するとされている。ありがとうございます。